新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込む農家を応援しようと、静岡市でドライブスルー方式の販売会が行われました。野菜1箱、すいません。ありがとうございます。ちょっと皆さん後ろちょっと開けさせていただきますね。暗い。販売会は飲食店の休業などで県内の農作物の売り上げが落ち込んだことを受け、 JA 静岡経済連が開きました。地元の農家が生産した野菜や花など9品目が1セット3000円で販売されました。訪れた人たちは車の中でお金を支払った後、職員から段ボールに入った商品を積み込んでもらいました。お野菜を買いに。あ、そうなんですね。はい、お買い得だと思います。まあ、あの生産者の方もですね、なかなか出荷しても物がはけていかないという、そういう販売状況になっておりましたので、やっぱここは一つでも少しでも動かそうということで実施をしました。商品は120セット限定で販売され、開始から1時間ほどで売り切れました。